と見守り、これからも続けます。優しいニュースでたびたび伝えてきたツバメの生態。テレビ大阪では初めて社屋に巣を作った2016年から巣作りや子育てを見守っています。日本野鳥の会はツバメの巣や生育環境を温かく見守っている団体を毎年表彰していますが、今日テレビ大阪に感謝状が贈られました。ツバメというのは渡り鳥です。約何百キロという渡りをしているツバメがですね、わざわざ日本にやってきているんだということにやっぱり注目してもらって、そしてまた子育てをしていたら見守っていただけたらなと思っています。今年はすでにテレビ大阪からひなが数十羽巣立ち、今も親鳥がせっせと子育てに励んでいます。